この時はこの誤解を解きたかったんやみたいな、すごい初期の作品を遡れば遡るほど思いますね。確かに年表になってるよね、なってるなってる曲がね小さい学校という世界の中で勝手にダメージを受けてあーって苦しんでる俺にもう一つこう逃げ場所というかを与えてくれたのがラジオでありヒップホップであったんですよね。そのおかげで生きるのがすごい楽になったなっていうのは思いますね。トレンチコートマフィアのね、実際にその言葉の元ネタを調べてもらえば分かると思うんですけど、多分そうあっちの方向になってたかなみたいな。でそうならずに済んだのは俺は多分マイクとかペンがあって、でも今これねインタビューでこういう風に言ってるのは多分その段階を経たからであって、やっぱ基本分かってもらえてないっていうのがあったんで、ブラザーとかなんかお互い呼び合って、うん、すぐその時ミクシーだったんで、今マイミクシー送りますね。でもその場でな、その場でマイミクシー申請やってあとミクシーでトラック送ったりやってたね。あと R が大阪でユーストリームで超くだらない配信してるので俺だけ見てる足りない2人を作ってた時には等身大で歌えた曲のデモみたいなのがあったんですよね。サビだけできてるみたいな。ただそれが助演男優スポットライトって出して、いや今これは歌われへんなって、あまりにも今の俺らと違うからみたいなのが逆に今歌えるようになるみたいな、俺の話じゃないものとしてっていうパターンも今回のアルバムではあるから、デモ見たら2014年とか15年のデータだった、ね、おーやばそうか、うん、次だと自分のことをフィクションとしてかけるっていう面白いよね、なんか変ね不思議だね。